MLB 公式サイトは日本時間30日、大谷翔平選手の去就がウィンターミーティングで決着する可能性があると報じました。ウィンターミーティングは、球団関係者が一堂に会し、来季以降のリーグ運営や各選手の契約について直接話し合われる一大イベント。昨季は、アーロン・ジャッジ選手のヤンキースとの再契約や吉田正尚選手のレッドソックスとの大型契約が最終日に決まりました。ニューヨークポストのヘイマン記者によると、ウィンターミーティングが終了するまでに大谷翔平の契約が決まるということは球界の共通認識となっているとのこと。また、保証はないが球団幹部たちも大谷翔平がウィンターミーティングで大型契約にサインすると考えているようだとヘイマン記者は明かしました。今年のウィンターミーティングは現地時間12月3日にスタートし、6日に終了の予定。そのため、ヘイマン記者の予想が正しければ大谷翔平選手の新天地は1週間以内に決まることとなります。ドジャース、ジャイアンツ、カブスなど複数球団が獲得を狙っている大谷翔平選手、史上最大の FA 選手の一人として評される大谷翔平選手の去就から目が離せません。大谷翔平、ここに来て移籍先に浮上。寒さ厳しいシカゴカブスはあるのか、バン記者が見た。フリーエージェントとなった大谷翔平の移籍先をめぐって、ここに来てナ・リーグ中地区の名門カブスの名前が浮上している。メジャー関係者の一人は、カブスに行くのではないか、と語った。是が非でも獲得を狙う本命ドジャース関係者の耳にも届いているという。カブスのホイヤー本部長は今月初旬の GM ミーティングで、2017年に大谷翔平のメジャー移籍でカブスが最終面接まで行ったことを振り返ってこう語っていた。当時はナ・リーグに DH がなく、彼は二刀流をやりたい明確な希望があった。ナ・リーグに DH がないのがネックだった。ア・リーグのチームを選んだことに驚きはなかったよ。時間を当時に戻して、大谷翔平獲得にもう一度挑戦したい。カブスが大谷翔平獲得に全力を注ぐ理由は理解できる。今はナ・リーグも DH 制となり、支障はなくなった。チーム状況も今季、打線でチームを支えたベリンジャーが FA に。DH も空いており、ホイヤー編成本部長は、補強の最優先はオフェンス力、とも語っている。一方で、大谷翔平がカブスを本当に選ぶのか、疑問符もつく。シカゴの厳しい寒さだ。春先は寒さが残り、風も強く、怪我明けの大谷翔平にとっては厳しい環境だ。いくら適応力の高い大谷翔平といえど、西海岸からガラッと変わる気候にすぐに合わせられるかどうか。12月4日から代理人やメジャー30球団の関係者が一堂に会するウィンターミーティングがテネシー州ナッシュビルで始まる。そこで事態が動くという見方もあるが果たして。ドジャース、カブス、ジャイアンツ、古巣のエンゼルス、外野の声はどんどん高まるが、大谷翔平の本心はベールに包まれたまま全く漏れてこない。常に周囲の想像を超えてくる大谷翔平はどんな決断を下すのか？大谷翔平の獲得レースから数チームが撤退か、レンジャーズとアリーグ東地区の少なくとも1球団が脱落した MLB レポーターが投稿。大谷翔平の獲得レースから数チームが撤退したようだ。MLB 公式レポーターのマイケル・マリーノ氏は11月30日、自身の X、旧 Twitter で、テキサス・レンジャーズと、ア・リーグ東地区の少なくとも1チームが脱落した。自分たちが本命ではないと感じている球団が、交渉から身を引き始めている、と発信した。レンジャーズは2023年のワールドシリーズを制したチャンピオンチーム、大谷は勝ちたいと思っているという理由で、米メディアが繰り返し移籍先の候補に挙げていた球団だ。またア・リーグ東地区のチームは、ボルティモア・オリオールズ、タンパ・ベイ・レイズ、トロント・ブルージェイズ、ニューヨーク・ヤンキース、ボストン・レッドソックスが該当する。マリーノ氏はポストを続けて、レッドソックスは脱落したか、少なくとも現時点では、他の選手にターゲットを切り替えた模様だと記している。
大谷翔平の去就については、一部で1週間以内に移籍先が決まるとの報道が出ており、それが本当なら状況は最終局面を迎えている。大谷翔平陣営が進めている新天地の絞り込みを受け、撤退する球団が出てきても不思議ではない。